谷藤弘明は、日本の政治家、実業家。岩手県森岡市長。森岡市出身。岩手県議会議長。岩手県議会議員を務めた。岩手県森岡市生まれ。岩手県立森岡第一高等学校、早稲田大学教育学部卒業。大学卒業後、森岡市に本社を置く、株式会社教師の役員を経て、1991年に、 岩手県議会議員選挙に森岡市選挙区から出馬し、初当選を果たした。以後3期連続当選。岩手県議時代は自由民主党系の会派に所属した。2001年、岩手県議会議長に就任。2003年の岩手県議会議員選挙では、同年8月の森岡市長選挙への出馬を見越し、4選出馬を見送った。市長選出馬に伴い、 自民党席を離脱。2003年8月、無所属で森岡市長選挙に出馬。民主、社民二党が推薦する現職の桑島博士森岡市長、市民派市長を作る森岡市民の会及び、日本共産党が勝手連的に支援した作家の斉藤淳、会社役員の足名哲夫を破り、当選した。立候補者4人による争いは、 戦後の森岡市長選では最多であった。なお、谷藤が県議時代に所属していた自民党や小沢一郎が党首を務めていた自由党は支持する候補を一本化できず特定の候補を支援するには至らなかった。谷藤は公明党の推薦に加え森岡市議会の有志議員による発信会の支援も取り付け、 桑島市長が獲得した39,473票を約6,000票を上回る47,432票を獲得し、新勝した。なお、投票率は53.67%であった。2007年の森岡市長選では、国政政党格闘が目前に迫った第21回参議院議員、通常選挙や、 タッ拓也の岩手県知事選挙出馬に伴う衆議院、岩手県第1区補欠選挙への対応を優先させたため、対立候補は、前回も立候補した会社役員の足名哲夫のみで、選挙戦は盛り上がらず、戦後最低の投票率を記録。谷藤は57,700票を獲得し、足名の12,674票を大きく、上回って再選を果たした。 2011年の森岡市長選では、同年3月11日に発生した、東日本大震災の影響により、同日選挙になった森岡市議会議員選挙への対応を優先させるため、日本共産党が候補者の擁立を断念したため、現職の谷藤以外に立候補の届け出がなく、谷藤は無投票で参戦を果たした。森岡市長が無投票で選出されたのは60年ぶりであった。 2015年の森岡市長選では、前回と同じ市議選と同時選挙となり、候補者は現職の谷藤の他民主、社民二党が推薦する新人で、会社社長の内立茂が立候補し2人となり、8年ぶりの投票となった。選挙の結果、谷藤が68,583票、内立は51,930票で、谷藤が4千を果たした。 投票率は51.45%だった。2019年の森岡市長選で5選。森岡市長就任後、人口30万人以上が条件である、中核市への移行を目指し、市町村合併を推進。2006年、森岡市、旧玉山村が合併し、これによって、森岡市の人口が30万人を上回ったため、2008年4月1日を、 持って、中核市に移行した。中核市に移行した後、森岡市保健所を開設。森岡市の中核市移行後も、谷藤は周辺の市町村に対して合併を呼びかけ、森岡市を人口50万人規模の都市にする、50万人都市構想を提唱している。この谷藤の移行を受けて、岩手県が示した市町村合併モデルプランにも、50万人都市構想、 が盛りり込まれ増田博也元岩手県知事からも省令を取り付けているしかし、森岡市の呼びかけに対し周辺の自治体は必ずしもこうしておらず、岩手日報が実施した世論調査では、森岡市への合併が検討される市町村の中では、最大の人口を有する滝沢村の住民の6割が合併に賛成しておらず、他の自治体も概ね合併に対して、 消極的な姿勢を崩していない。谷藤は森岡市長選出馬に際して危機的な状況に陥っていた森岡市の財政を再建するため財源不足の解消、基礎的財政収支の黒字化、新規の市債発行額の予算総額の8%以内への抑制、外部監査の導入、市長の退職金の半額化と職員数及び給与の削減を掲げた。 このうち、財政規律に関する選挙公約は概して遵守されており、森岡市の市債発行残高は、谷藤市長就任の翌年以降、減少を続けている。2007年10月には、計画されていた森岡市役所の移転計画を、財政再建を理由に、白紙撤回した。森岡市役所の森南地区への移転計画は、桑島前市長の時代から検討されていたもので、 森岡市は以前から森南地区の開発を進めており、旧都南村が森岡市へ合併する際も市役所の移転を条件に合併に合意していた。また、森岡市内丸の市庁舎は、震度6強の地震が倒壊する危険性が高く、防災面からも新庁舎建設が検討されていたが、谷富は新庁舎を建設する土地の取得に必要な高額の財政負担や、 視聴者は簡易な耐震補強工事を施せば引き続き、使用が可能である事情を考慮し、視聴者移転計画の白紙撤回を決定。この決定に対しては、旧都南村地区選出の市議らの間からは合併の、際の条件を保護にした、谷藤市長に対し、批判の声が上がった。森岡市の特産をはじめ、もののブランドに限らず市民の暮らしや地場産業、 文化等すべてを総合した森岡らしさをブランド化し、日本全国へ発信。森岡市への定住の促進や地場産業の振興を目指している。この一環で2006年には岩手公園の愛称を森岡城石公園に設定。これは森岡市が城下町であったにもかかわらず、それが全国的に知られていなかったためであった。 森岡市内の交通標識も順次、解消が進められている。ただし、岩手公園の名称は明治維新以降一貫して引き継がれてきたものであり、名称変更に反対する声も地元市、岩手日報で紹介された。かつては高い収益を誇っており、地方競馬の優等生の異名を取っていた森岡市も参加する岩手県競馬組合は、1999年以降は、 事業不振に苦しむようになり、赤字を計上し続けていた。2007年、同組合の経営の行き詰まりが表面化し、組合の構成団体である岩手県、森岡市、欧州市が競馬組合に融資を実施し、当面の救済を図る計画が持ち上がった。しかし、この融資に際して競馬そのものの存続をめぐって、議論が巻き起こり、 岩手県議会においても岩手県競馬組合への有志案が一度は否決され大きな混乱が生じた。谷藤は岩手県議会での有志案の採決に先立ち森岡市議会に岩手県競馬組合への有志案を提出して可決させ競馬組合の存続を支持する考えを強調した。結局、有志案を一度は否決した岩手県議会もその後は 一転して同案を可決し、競馬事業は存続された。2020年5月22日、新型コロナウイルス対策の財源に充てるため、自身を含めた特別職6人の期末手当を減額する条例案を市議会臨時会に提出した。谷藤の減額率は最大の20%。同日、同条例案は賛成多数で可決された。ありがとうございます。